東海カントリークラブは愛知県豊川市にあるゴルフ場である。東三河地区には1955年市、ゴルフ場が一つもなかったゴルファーは中京地区の名古屋ゴルフクラブ会場、設計、大谷光明、愛知カントリークラブ会場、設計、井上誠一、ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場会場、設計、上田治。 三好カントリークラブ会場、設計、ジョセフ・イー・クレームの4コースに出かけるしかなかった。豊川、豊橋、蒲氷の財界人は、不自由すぎる地域の将来に関わると、ゴルフ場建設に動き出したのが始まり。1960年3月31日、新たなゴルフ場の建設に向けて、経営母体、株式会社東海カントリークラブを設立し、 代表取締役には、豊橋商工会議所会頭の神野太郎が就任した。株主会員制で興味深いのは、株式会社東海銀行の他名古屋ゴルフクラブ、愛知カンツリークラブからも融資を受けて立ち上がりの資金とした。東三河地区だけではなく、愛知県下の全財界ゴルフ会の総意によってスタートした。発起人の代表には、株式会社、 松坂屋社長の伊藤二郎左衛門、名古屋商工会議所会頭の笹部エクレホ、中日新聞社長の大島一郎などの名古屋の顔が並んだ。ゴルフ場の建設用地は、豊川市の郊外の平尾町ぬかが地区で、三河湾を望む標高150メートルの山地の約30万坪である。コース設計は、中部や関西の変化の多い山地や、丘陵の設計で自然を生かした。 戦略性のある設計を得意とする佐藤銀一に依頼した。1961年10月15日、東海カントリークラブ、豊川ゴルフ場18ホール、6760ヤード、バー72規模のコースが完成し、開場された。東三河地方の第1号のゴルフ場となった。コース開場後に佐藤銀一は、ブルドーザーで自然を壊した広場で、 プレイするのではなく、自然の地をそのまま楽しみながらプレイできるコースと語った。佐藤の設計で特徴的な小さくて放大型の高来芝の1グリーンだったが、1963年、高来芝の2グリーンに、1994年には弁ン芝の2グリーンへと回収された。郵便番号442-0863愛知県豊川市。 平尾町ぬか川十11番地の31鉄道車道。ありがとうございます。